はいどうも、ケーキです。今日はですね、ユニークポスト9、2020続きやっていきましょう。3月の3週から9スペシャル引き継ぎなしでやってます。今週はね、丸買い今度こそがレースあるだけかな。はい、だけですね。よし、じゃあネクスト。さあ、土曜日のレース、そして丸買い今度こそ出走、これはまあネクストで、あ、3着。いや、ダメやろ。ダメ。3着ね。まあ、ぼちぼち走ってくれてるということでね。まあ、いいとしましょう。そして、三冠ザ・パール。まあ、調子ね、まだ上がってない。さあ、バラ三冠も出走か。これさ、奇襲。いいか、じゃあ。あとは、アルボどちらでも。これも頑張ってほしいですね。で、ローゼンクロイツか。そうですね、三冠ザ・パール。まあ、この後、ウォッカ賞で、ダイワスカレット、ウォッカと激突。激突か。まあ、ちょっときついけどね。投資か。まあ、上げてもいいっすね、グッとね。これ間に合う？桜花賞。まあいいか。まあとりあえずここはじゃあネクストいきます。さあ、取りたいレースが並んでる。三冠ザ・パール出走。うん、まあこれ問題ないでしょ。これネクストでいいんじゃない。はい、ネクストで勝ちました。さあ、バラ三冠、ここどうすかね。浅草キングスか、グリーンヒーロー。まあでもダイジェストでいこう。2着は入るでしょ。ここ2着入んないと厳しいっすよね。よし、まあ来てる。いや、届かんか、これなんとか2着。さあ、届かないと。まあちょっと厳しかったですね。はい、2着。あ、でもこれでいいっす。サツキ賞取ってくれれば。はい、いきます。で、バラ三冠はサツキ賞。さあ、あとはアルボどちらでも厳しいね。4着。ローゼンクロイツも厳しいか。6着と。ちょ、完璧に仕上げないとちょっと厳しいですよね。ダイワスカーレットとウォッカーね。バラ一族ここ勝ってほしいですね。あ、奇襲、ちょっと待てよ、奇襲。ちょっと変えようか。はい、ライバルで、高松宮記念はね、1200m で、このバラ一族の距離適正が1500なんですよ。1500からなんですよ。でマイナス300なんですが、ここ取ってね、今年ちょっとスプリンターステークスも取ってほしいんですよね、こいつに。なんで、まあちょっとこの走り期待したいですよね。騎手を期待したいんですけどね。あー、そうやね。どうすかな。まあ、とりあえずちょっと変えよう。はい、楽しみにしとったやろ。すまんね。で、三冠ザ・パール。あー、調子も上がってますね。上がってるが、間に合わんな、これ。使おう。究極仕上げでいこう。はい、行きましょう。グッと。よし。これ、ちょっと疲労も上がっちゃうんですが、これでいきましょう。まあ、この後ね、オークス出すんですよ。でオークス出すんですが、これでね、余裕あるんですよね、ちょっと。ここ、2周休ませることができるので、これでいきます。まあ、1周でもいいんですが、これでいくか。
で、アルボラ三冠 OK で、バラ三冠サツキ賞からのダービーで、ディスコウィークは桜花賞からのオークスかな。これはまあ桜花賞オークスでいいですね。うん、まあとりあえず2頭でいきましょうよ。よし、じゃあ OK。 3月の5週ディスコウィーク、なんか使う？なんもないよね。うん、まあ広、そうですね、これでいいです。バラ三冠ディスコウィーク、あ、ディスコウィークちょっとさ、 NHK マイルカップ任せてみる？ちょっと任せてみようかな。じゃあネクスト。さあ、ローゼンクロイツ出走。OK。ここはネクスト。さあ、そしてバラ一族出走。一番人気ですね。まあ、これ勝てるんじゃないかなと。能力的にはね、もうズバ抜けてますからね。よし、大丈夫やね。外よりも伸びはいいよね。さあ、そこから、もう一伸び。もう一伸び来い。よし、OK。勝ちましたね。よし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 。国内の G1 はね、もうバラ一族に任せたいんですよね、今年は。まあ、こいつしかいないんですよ、任せたいというよりもね。よし、OK。あ、いいね、使いやすい。よしよし。そして1年で一番の楽しみ、4月1週か。お、キングシママイルとパール爆心王が決まったと。まあちょっと後で騎手とか変えますか。まあ確認してね。はいはいはい、ドリームジャーニー。さあ来た、どうですかね。シーキングザパール、あ、まあまあいいですね。はい、もちろんいい。スイープ投手シアマゾン、そしてシーバー、あ、キングミネルバいいですね。あ、キングザパールもいいね。あ、キングビューティーもいいよ。あ、ローズキング、これ待ってました。はい、あとはディスコもまあまあですね。アルボラいいですね。アルボラ強いな。うん、パドレポンス、まあ、今回もいいですね。はい、いい感じじゃないかなと思います。さあ、そして、スプーン再びとマルガイ今度こそが激突。まあここはちょっと厳しいか。あ、キングヒゼンもね、あの超重じゃないですか。これもね強いですから、これも期待できますよ。で、国内のダートはこいつ任せたいんですよね。はい、そしてバラ一族、ここも出走。まあ頑張ってほしいね。うん、まあ OK。はい、ライバル。さあ、勝ちたい。狙っていくぞ。もちろんあのシーツ多いんですけどね、頑張ってほしいね。バラ一族 OK。 そして三冠ザパール、頑張れよ三冠ザパール、勝てよ。で、アルボラ三冠で、バラ三冠ね。よし、じゃあ、あ、違う、ここここ、パール爆心をね、ちょっと早めますか。6月1週の1200で。で、騎手なんですが、騎手はね、まあ、有効ちょっと稼ぎたいところで、誰ですかな。いや、もうちょい上がいいっすね。そうやね。田中騎手行こうか。はい、行きます。
まあ吉田とか騎士でもいいけどね。いや吉田豊騎手のキング芝マイルを、こうでいこうかな。6月の2週でいいね、デビューは。よし、それじゃあネクストでよかったかな。さあスプーン再びで丸貝、今度こそこれスプーン再び勝つやろ。マジ3着しゃあない。キングヒゼン、不利要素が出てきてるんですが、いやキングヒゼンねマジ強いんでね、これ大物なんですが期待できるよこいつは。ここからが腕の見せ所、あと 200m、 もう今までの走りもぶっちぎりですからね。ここもぶっちぎりやね。こいつは楽しみやね。よし勝ちましたね。さあここは勝ち、ここもまあ余裕の勝利。さあそしてバラ一族人気ね、もちろんある。まあシーツ結構揃ってるんですが頑張ってほしいね。勝てるやろ。どう、悪くない、悪くない、悪くないというかスキャンしますねこれ。よし、OK、勝ちましたね。はい、コスモバルクね。完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。よし、バラ一族ここも勝利。はい、G1 3連勝。さあそしてアルボラ三冠、ディスコウィーク三冠ザパール、もう調子はもう絶好調でしょう。上げましたね。これでいきましょう、戦おう最強馬と。そうやね、騎手は、はい OK。 さあ肥前もね楽しみ。いや芝にダートに今年は暑いね、そう暑いんですよ。さあウォッカ、変幻自在。ただねここで怖いのはやっぱりねダイワスカルトです。ウォッカにもダイワスカルトが怖い。うーん、まあこっちも2頭出しなんですけどね、ちょっとレベル的に厳しいか。いややれる、信じよう。はい OK。 スタミナは持ってましたかね。心肺機能の強化 OK かな。さあちょっと建設しましょう。あ建設しましょうね、まだまだね。5月1週か、5月1週に完成。まあ三冠ザパール、まあこの辺はもうバッチリでしょう。ディスコウィークと、まあ特に使いたいのもねないです、ないね。まあ投資使ってもいいけど、いややめときます。 OK、 じゃあもうネクストで、はい、アルボラ三冠が出走。これちょっと厳しいかな。まあ厳しいっすね。まあただちょっとね海外走らせますアルボラ三冠は。さあ三冠ザパール一番人気で、ダイワスカレットウォッカ、ディスコウィーク、うん、まあダイジェストいいかな。いやレースやなこれ。さあ行きましょう。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のベルズグレイル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。
さあ、カップ前線スタート。まあ、怖いのはね、ダイワスカレット。もちろん、おっかも怖い。ただ、シーツだとね、あのダイワスカレットが取ってますんで。まあ、でオークスはねチャンスなんですよね。ダイワスカレットは出てこないので、その隣にペンマベスト、すぐ後ろにディスコウィーク、その外からダイワスカーレット、でウォッカーはダービーに行きます。ダービーに出てくる。ベルズグレイル、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。周華賞のダイワスカーレットも楽しみやね。いや、ぶつけてきますよ。もう避けずにね、自家製さんもぶつけていくよ。さあ来てますね。さあでもどうだ、いや伸びてねえか。ダイワスカーレットな、やっぱ。あ、でもウォッカっすね。ダイワスカーレット、ウォッカ、あ、入ってねえか。3、4着ちょっと取りたかったですけどね。はい、三冠ザパール、ここは負け。うん、ディスコウィークもちょっと厳しかったですね。いや、いいね、楽しみですね。三冠ザパールオークスいきます。さあ、丸貝3億、スプーン再び、そしてバラ3冠ですね。バラ3冠が取れるかどうか。いや、ちょっと頑張ってほしいな、皐月賞。あとはね、ダイワスカーレット、あ、そうやね、天皇賞秋、もういいっすね。まあ、ウォッカもね、まあ、天皇賞秋で戦って、あとはまあ、ありがちやね。ね、三冠ザパール、違う、ヒロネ。まあ、あとちょっと絆を使うかもしれないです。で、バラ三冠、ここ勝ちたいよね。ちょっと闘志。闘志使おう。いや、ここ取りたくないですか。ただ、まあ、ここ取ったとして、まあ、ダービーって勝てるかって言われるとちょっと厳しいんですけどね。この能力でウォッカには勝てないんですけどね。いや、もう一つか。これはでもちょっともったいないよな。他もそうですね。まあいいかな。うん、使う必要ないかな。まあ、とりあえずこれでいきましょう。じゃあネクストで。さあ、丸貝3億出走。おお、3着。おお、じゃねえよ。3億カットかな。さあ、スプーン再び。勝て。よし、OK。で、バラ3冠が出走。4番人気ですね。負債地方が1番人気。まあ、ただね、ここはメンバー的に取ってほしいですね。きっちり。能力は上位。超ものですから、こいつ。さあ、グッとね、上がってこい。さあ、伸びてきてますよ。さあ、伸びてきてる。もう一伸び。もう一伸びじゃねえか、これ。2着、入ったかな、2着。2着入りましたね。いやー、でも、勝ってほしかったね、ここ。いきます。まあ、ウォッカとね、戦いましょう。さあ、そして4周、アルボどちらでも出走。うん、OK。まあ、こっちをサクッと飛ばそうかな。ちょっと種付けまで今回やりたいので、はい、ネクスト。サクッといきましょう。アルボどちらで、まあ、ちょっと厳しいかな。あ、いけるか、これ。さあ、ちょっとダイジェストいきましょう。意外とやってくれるか、どちらでも。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エクスキューズ先頭、差はほとんど。さあ来てますね。
エアメジスト追いすがる。アルボドチラでもまだ後ろ来るやろ。こっからグッと残り 200m 一気に後続がやってきた。こからグッとアルボドチラでも2着と。パワーが E プラスしたっけ。ただスピードはぼちぼちあるか。 C プラス、 C プラスくらいはスピードあるかな。大草厳しいね。さあそして5月種付けね、やっていきましょう。楽しみですねこれもね。さあアルボラ三冠、そして、キング飛前 OK、 スプーン再び奇襲完璧と。あ、ロンギ完成しましたね。バラ三冠、アルボは、アルボ、あーそうそうね、パワー E プラスですよね。いやちょっとこれ休みってえな。まあちょっと休みたいですね。まあぼちぼち1800か1900か、ちょっと使いづらいじゃん。2周、いや違う、ちょっと待てよ、考えよう。1800、そうやね、これでいこう。か慌てる必要ねえか、オープンでいこうか。まあダートも走れるので、まあダートも使いつつでもいいんですけどね。はい、これでいきます。慌てずいこう。でちょっと休ませよう。3周、はい、で種付けやっていきますか。まあ、上から順番いきますかね。シーキングザパールからいきます。ね、待機シャトルではなくプレザントタップでいこうか。はい、でスイープ投手、スイープ投手はねアマゾンにしましたよね前回ね。アマゾンにしたよね。アマゾンにしたっけ。まあちょっと変えよう。評価 A もねちょっと見ていきます。そうやね、まあ、使ってもいいね。うん、オフリーワイルドでいきましょう。はい、そして次はヒシアマゾン。ヒシアマゾンはねまあグラスワンダーでいいんですけどね。うん、グラスワンダーで、でキングザモンジュ来ましたよ。キングザモンジュ、さあキングザモンジュはねどうしますかね。楽しみですね。まあ、グラスワンダー硬いですね。グラスワンダー結構硬い。グラスワンダーでいく？とりあえず。まあ、グラスワンダーいきましょう。はい。で、シーバ。さあ、シーバはね、シーバは、さあね、シーバは OK で、キングミネルバ、キングミネルバ、リュウセね、キングミネルバとリュウセでいきます。行ってみるか。さあそしてキングザパール、キングザパールはむちゃくちゃ使いやすいんでね。どうしようかな、キングザパール。
よし、オッケー。で、次、ローズバド。ローズバドは、キングポールね。キングポールいきますね。流星もいいね。スピードのポール。キングポールでいこうかな。ローズバドは。いや、流星つける。せっかくなんで、流星。流星もでもつけたいね。いや、キングポールやな、ここは。キングポールで。で、キングディスコ。キングディスコもね、まあ、結構レベル高かったですよね。あー、でもディープインパクトで、これは OK な。はい。さあ、フレンドリービューティー。フレンドリービューティーは、そうやね。なんか流星つけたくなるよね。そうやね。フレンドリービューティー OK。 さあ、エアーデジャブもつけよう。エアーデジャブ、まあそうやな。いいね。マインシャフトいきましょう。で、キングビューティー。いや、自家製サンバね、楽しいっすね。どうすっかな、キングビューティー。 OK、 キングビューティー OK。 で、ブライアン。ブライアンもね、そうやね、ブライアンはどうするか、まあちょっといろいろ確認しつつ、こうかな、ブライアンは。で、アルボラ。キングアルボラがもう最高ですからね。もう活躍してますからね。まあ、アマゾンもいいっすね。あー、まあ、ゾーン。ここでもいい。アマゾン行く？うん、アマゾン行こう。はい。アマゾンで行きます。そして、キング、パドレポンス。パドレポンスはね、キングパドレポンスはどうしようかな。まあこの辺行こうかな、パドレポンスは。で、ロゼカラー。ロゼカラーはまあ、金カメいいっすね。ポールもいいんすけどね。ただ金カメかな。まあ、シーキングザゴールドね。まあ、結構つけましたよね、シーキングザゴールドね。ちょっとここはポール行ってみるか。いや、ただ金カメの方がいいな。金、いや、ここは金亀ですね。はい。で、キング始まり。キング始まりはね、まあ、ストームキャットでいいっすね。はい、これで。で、あとはキングスプーン。キングスプーンは、オッケー。あとはロゼカラーとローズか。キングロゼカラー。まあ流星つけたくなるが、うん、まあ流星つけてみるか。はい、流星でいきましょう。で、キングローズ。ローズはね、
ングローズはそうですね、アマゾンね、キングアマゾン、キングアマゾン行くか。いや、シーキングザゴールドの方がいいか。まあシーキングザゴールドはいいっすね。ネイフで行く？シーキングザゴールドは、まあまあネイフで行きましょう。はい、これで終わりと。ということで今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。